エヴァ様、今は席をお外しになられた方が良いでしょう。親方様は今日はご機嫌が良くありません。でも、なぜに私の息子たちはこうも不出来なのか。クラウスは貫禄が足りず、エヴァはいつまで経ってもジャジャ馬だ。男らしい男はおらず、女らしい女もいない。私の育て方がいつどこでどう間違ったのか。なぜだ源氏、私は何をいつどこでどう間違えたというのか。親方様は何もお間違いになってはおりません。クラウス様はたくましいご子息に、エヴァ様は麗しいご令嬢に成長されました。何もお間違いにはなっておりません。あれのどこが麗しいというのか。淑女どころか男の真似事ばかり。感動だ。お父さん、それは私からよくエヴァに言い聞かせたところです。エヴァもこれからは心を入れ替えてレディーとして振る舞うと約束してくれました。どうかもう少しの猶予をいただけませんか。何がレディーだ。感動だ。違うわ。私が後宮家の後継ぎになるんだって。あなたは私に誓ったわ。あんたは。私、後宮エヴァは絶対に後宮家の当主になるの。そしてあのムカつく高慢ちきなクラウスを見返してやるの。そうね、約束したわ。私は後宮家の当主後継ぎになるって、あの日にね。お父様に認められたかった。兄さんの鼻を明かしてやりたかった。そうすれば惨めな自分に決別ができると信じていたわ。
そうすれば私たちの心の傷は癒えるの。その日まで頑張ろうって誓い合ったわ。なのに、あなたはその約束を破るの？クズ、意気地なし、へそ噛んで死んじゃえば？自分に言われても腹が立つわね。そこまでボロクソに言われる筋合いはないわ。ならばその怒りを勉強に費やしましょうよ。怒りを力に変えるのが私の魔法。この力で何度もあなたの窮地を救い、あなたはなせないはずのことを成し遂げてきた。私の魔法がある限り、あなたにできないことなどありはしないわ。そうね。怒りはいつも私の原動力だったわ。いつからそれを忘れてしまったのかしら。私を思い出せたなら、あの魔法の力は再び私たちのもの。さあ、その怒りを力に変えて、もっともっと勉強に励みましょう。きっと私たちには、まだまだ勉強が足りないのよ。大学院に進んで、もっといっぱい勉強して、優れた成績を出して、クラウスを追い詰めてやりましょう。あいつ、何でもなさそうな顔してるけど、きっと心は相当追い詰められてるわ。早く身の程を思い知って死んじゃえばいいのに。そうすれば私たちが当主になれる。ルドルフは辞退してくれるわ。あの子は私には逆らえないもの。よして、もうこれ以上勉強してもお父様は私を認めてくれないのよ。どうして？お父様は私に女らしくしろと言っているのよ。私がどれだけ頑張ろうと、女である限り、たとえ私が兄さんより先に生まれていたとしても、私に当主を譲ることはないのよ。私がどれだけ努力を重ねようとも、私は女以上の何者にもなれない。認められない。何の努力もしない兄さんを超えられない。永遠に見下され続ける。お父様もクラウスも、最低の男尊主義者だわ。早く死んじゃえばいいのに。ありがとう。もう結構よ。こうとなったらお父様が驚くような淑女になってやるわ。兄さんなんかとは比べ物にならない立派な男を探して。ダメ、そんなの。お父様は少なくとも今は女に当主を継がせないと言っている。でもそれすらも所詮はお父様が決めたルールでしかないの。お父様が決めた以上、それを破棄できるのもお父様。人の気持ちなど浜の政子が尽きるよりはるかに早く変わるわ。クラウスが愚鈍な男であることは私たちが立証しなくても、やがてお父様も理解する。その時、男女の境のくだらない垣根は、それを設けたお父様によって取り払われるの。その日は必ず来るわ。どうして必ずなんて言えるのよ。それが私の魔法だから。あなたが信じてくれさえすれば、この魔法は必ず奇跡を呼ぶの。私の魔法の源は、あなたの信じる心だけ。信じないの？あのね、私思ったの。私には当主は告げないかもしれないけれど、私は女で子を産むことができるわ。そして兄さんには未だ縁談もない。もし兄さんに子供ができず、
私だけが子供を産めたなら、兄さんの次の当主は私の子供ということになるでしょ。本気で言ってるの？ええ、本気よ。少女時代からの決意を捨てるのは確かにとても悲しいこと。私の少女時代そのものであるあなたを裏切るのは私も心苦しいわ。でもそれが一番現実的なのよ。夢を捨てるの？そして私も捨てるの？捨てるんじゃない。私も大人になってあなたと決別する日が来たということよ。そうね、エヴァはもう大人になったわ。魔法の使い方さえ忘れてしまった。今は一児の母、自ら夢を叶える魔法を忘れ去ってその夢を息子に押し付けている。自らの人生をお父様やクラウスによってめちゃくちゃにされたくせに、あなたも自らの夢を息子に押し付けてめちゃくちゃにしようとしているの。それが大人というものなの？ジョージはどこに出しても恥ずかしくない自慢の息子よ。私には叶えられなかった夢をジョージなら叶えられるかもしれない。ジェシカなんて成績も貧困も不良じゃない。それに女なのよ。ジェシカさえ辞退してくれればジョージが後継ぎになることだって。だから私自らが復讐するわ。ルドルフとローザを味方に兄さんから金をせしめようという計画があるの。きっと一矢報いることができるわ。何しろ兄さんがお父様の資産をつまみ食いしているのは確かなんだから。つまんない計画、そんなのさっさとやめて泣き寝入りでもしちゃえば私たちは後ろ宮家の当主になるの。その夢をごまかさないで。だから絶対に叶えられると私を信じて、私の魔法を信じて。信じたら魔法は力を持つのかしら？うん、私の魔法はどんな願いも必ず叶えるの。信じるわ。信じるから、その魔法で奇跡を起こして。そうでなくちゃ私の心の傷は永久に癒されない。うん、ならよく聞いて。私の魔法の言葉、そしてそれを理解して謎が解けたなら私たちは後ろ宮家の当主になれるの。だから耳を澄ましてよく聞いて。エヴァ姉さん、そろそろ着くみたいですよ。ごめんなさいね。寝ぼけてたわ。驚かせてしまってごめんなさいね。エヴァおばさん、ぐっすりでしたね。朝はだいぶ早かったんすか？まあね。恥ずかしいところを見せちゃったわ。ごめんなさい。眠れるくらい余裕があるのは大したもんだぜ。バートラなんかずっと落ちるーったの、沈むーったの、全く退屈しないやつだぜ。うるせえな。人間誰しも苦手の一つや二つくらいあるもんだぜ。しっかりしろよ。親父たちの顔を見れば眠気もすっ飛ぶさ。せいぜいお互い頑張ろうぜ。そうね、特に今年はしっかりしないとね。だな、お互い鉄の穴を引き締めてかかろうぜ。母さん、荷物を持つよ。甲板に上がろう。ありがとう。ジョージは本当に気が利くわね。どうして急にお礼なんか。母さんらしくもない。エヴァ、ジョージ、
到着やで。荷物をまとめるんや。はい、到着。こらマリア、転ぶから走るのをやめなさい。どうしたの母さん、具合悪いの？ジョージ、荷物を持って先に行ってなさい。母さんは貧血だろ。わしが肩を貸すわ。そう、わかったよ。先に行ってるよ。どないしたんや、神妙な顔して。私、ジョージを自分の復讐の道具にしてたんじゃないかしら。私の兄さんに対する子供じみた敵対心のせいで、あの子の人生を自分のおもちゃにしてしまってはいないかしら。ああ、私はなんてことを。そんなことあらへん。ジョージはどこに出しても恥ずかしゅうないわしらの自慢の息子や。仮にエヴァの思惑が多少混じっとったとしても、結果往来っちゅうもんやないか。エヴァはな、もう悪うない。むしろジョージは厳しくしつけてくれたと感謝しとるくらいやで。本当にねえ、本当ジョージは私のこと嫌な母さんだと思ってないかしら。ねえ。そんなこと、ただの一度も口にしたことあらへんで。エヴァの杞憂や。秀吉様、皆様下船なさっておりますよ。おや、何か落とし物ですか？お手伝いしましょうか？すまんな、ちょっとわしのネクタイピンがいかれてもうてな。もう大丈夫や、すぐ行くで。外で待っててや。そうですか。それでは表でお待ちいたしております。そろそろ行こか。ジョージたちを心配させてまうで。私、本当にジョージに恨まれてない？ああ、恨まれてなんかあらへん。むしろ感謝しとるぞ。悪い夢でうなされたんか、また。それは夢や。わしが一緒にいる。こうして手をギュッと握っとったら、そんな夢もどっか行ってしまうで。な、ほら。